はい、お疲れ様です。ハセシュンです。今回なんですけど、自分がよく使っている、大切にしているもの3選ということで、はい、こちらについてね、お話ししていきたいと思います。はい、早速やっていきましょう。よろしくお願いいたします。よろしく頼む。はい、じゃあね、早速自分がよく使っていてお気に入りのものですよね、このお話をしていきたいなと思うんですけど、ちょっとね、一個だけルールをちょっと付け加えたいなと思います。はい、大切にしているものって言ったら、はい、革靴みたいな、ジャランスリオヤですとか、オールデンですみたいな、ちゃんちゃんって終わっちゃうじゃないですか。お前の靴は見飽きてるんだよみたいなまあまあ、そうは言わないとは思うんですけどね。靴が、このチャンネル気ままに靴磨きっていうくらいなので、靴が大切なのは当たり前じゃないですか。なので今回はちょっと靴はなしでいきましょう。靴以外のもので、よく使っていて大切にしているものっていう制限をかけて、ちょっとね、今回やっていきたいなというふうに思います。さらにもう、あくまで革に関係するものっていう2つの縛りにしましょう。大切にしているものって言ったら全部大事なんで例えばこれも自分のお気に入りの陶器のコーヒーカップなんですけど、フォルムが可愛いでしょみたいな話で、あくまで靴以外で、あくまで革に関係するものっていう縛りでね、話を進めていきます。じゃあ、多用していて大切なもの、1つ目、エルマのレザーグローブになります。エルマのレザーグローブ、多分動画内で時々出てきてるものなんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、 100% 鹿革のドライビンググローブになります。はい、なんだかんだでもう10年10年の付き合いになりますね。 なんか最初はのっぺりとした感じがしてね、そんなに好きじゃなかったんですよ。うん、しかも最初はね、やっぱりこうギュム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 してるっていうか、硬くて、あんまり好きくなかったですね。はい、ただ自分の、人生のバイブルとも言えるような映画「トランスポーター」っていうのがあって、ジェイソン・ステイサムっていう憧れのね、俳優さんがいるんですけど、その俳優さんが運転している BMW、あるんですけど、運転している BMW でドライビンググローブをはめているっていうシーンを見て、もうなんかかっこよさですよね。使い勝手はどうだみたいなのよりも、かっこよさです。はい、しかも革靴と違ってワックスもね、のせてピカピカにするとかではないですし、でも使えば使うほど馴染むし、あと自分で運転の癖でこうやってハンドル回すんですけど、見えますかね、手のひらの表面のところだけキラッキラッと輝いてるんですね。こっちは輝いてないんですけど、こっちは光ってるんですよみたいな、こう、まあ、馴染んでね、すごくいい。今にとってはハンドルって冬場とか滑るじゃないですか。夏場は全然いいんですけど、みたいな時にやっぱりこういうドライビンググローブつけて自分車運転すると全然滑らないし、握る感じもいいしみたいな。で、まあ傷んでるかどうかは分かんないんですけど、でもひび割れみたいのもないんじゃないかな。で、これも自分水洗いで定期的に洗っちゃいますね。ちょっとね、色が薄くなっちゃってるんでね、ちょっと栄養補給みたいのもまたどっかで時間取ってね、またどっかで時間取ってやりたいななんて思っております。これね、めちゃくちゃ大事にしてます。値段的にはね、2万4000円5000円くらいだったんじゃないかなって思いますね。はい、じゃあ次行きましょう。
マーク&ライト、マーク&ライトのミニ財布 S っていう風に呼ばれるものですね。はい。またね、この触り心地が最高なんですよ。コンパクト財布いいでしょ。すごいちっちゃくて、このこっからのシルエットが こんな感じ、こんな感じのシルエットがいいんですよ。2000、これは自分のお師匠から譲ってもらったものなんですけど、2021年の9月30日に終了したクラファン限定のコンパクト財布ですね。はい、カード、お札、小銭の取り出し方法が全て統一、全部統一されていて、パパパパパって出しやすいんですよね。マーク&ライトのモットーみたいなものがありまして、それは一時的な流行じゃなくて普遍的な定番をっていうのをテーマにした、あの革製品っていうのを作成しているっていう、まあ非常にねシンプルなデザインが売りの革製品なんじゃないかなと思います。特にこの一時的な流行ではないっていうのは本当に自分も大好きな考え方。もう世の中いろんな流行、新しいものは出て廃れていき、新しいものは出て廃れていきってなっていくじゃないですか。だけどそうじゃなくて、ビジネス的に行くんだったらベストセラーではなくロングセラー、ハリーポッターとかスターウォーズみたいなロングセラーですよね。あれはベストセラーでさらにロングセラーかまあみたいな、はい、まあ、それに一番そういうのをテーマにした革財布になってるんだなって思いますね。あと視認性も非常にいいんですよ。パッて開いて、あ、いくら入ってるなっていうのをこうやって確認できて、小銭もこんな感じでパパーっと見ることも可能ですし、革も非常に丈夫なんですよ。もうエイジングがすごく楽しみですよね。はい、自分はあのこれいただいたものなので値段はちょっとって感じなんですけど、ただこのこれに似たようなお財布もネット通販で、マーク&ライトのネット通販で買えるので、だいたい14,700円くらい。はい、もうインスタもありますし、ちょっと概要欄に貼り付けておきます。インスタもありますし、ネット通販もしてるそうなので、ぜひ見ていただけると、はい、かわいいでしょ。またこれの経年変化みたいなものもね、動画で撮れたら嬉しいなーなんて思っております。はい、では最後3つ目いきましょう。はい、最後は自分が YouTube の台本を書くのに使っている、はい、スコッチグレインの革の手帳カバーになります。すいません、ちょっと台本がここに書いてあるんで、はい、ちょっと外させてください。はい、この手帳カバーですね。手触りがね、もうすごくいい、すごく滑らか。ロフトで売ってるロディア、300円くらいの手帳なんですけど、その大きさと厚さがぴったり合うんですよ。まあロディアはね、マス目もちょうどいい、書きやすい手帳なので、はい、まさにこうスコッチグレインと合うみたいな、違うかはい、でまあロディアの手帳とぴったり合うんですけど、これはですね、御殿場アウトレット店で買ったんですけど、このね、革がね、いいやつ使ってるんですよ。いいやつ使ってるんですよ。ヨーロッパのアノネイシャっていうタンナーのものを使ってますね。アノネイシャっていうのは、この動画でもね、お話ししてるんですけど、最高級タンナーのデュプイってところがあって、そのデュプイってところから独立してっていう風な会社になりますね。デュプイはエルメスと提携しているようなところになったりします。はい、まあ、アノネイのね、カーフレザーはもうすっごい柔らかくて
しっとりとしていて、やっぱ天然素材ゆえのちっちゃい傷とか、まあ、細かな傷とかあるんですよ。あとは血管浮き、映るかな、ちょっとね動画だと分かりづらいかもしれないんですけど、そういうのがねあったりするんですよ。でこういうのがあると革靴とかには使えないみたいな、それでそのいわゆる見栄えが良くないみたいな、革の部分は捨てちゃう、使わないみたいな感じになるんですけど、はい、それをもったいないよって言って使ってるのがスコッチグレインだったりねするので、はい、あとはアノネイかどうかちょっと忘れちゃったんですけど、レイマーとかもそうですよね。もったいない、そういうところも見えないところで使おうみたいな感じで、余すことなく丁寧丁寧にっていうのがレイマーとかスコッチグレインだったりするので、まあ、これもねまたねエイジングが楽しみなので、まあそうですね、うん、ちなみにアノネーシャの顔を使ってるのはジャランスリバヤ、確かこいつもアノネーシャの革を使った革靴だったはずです。はい、うん、こいつもいい革使ってるんですよ。しっとりしていて非常にいいかなって思うんですけど、うん、まあまあまあそんな感じです。この革手帳もね非常にエイジングが楽しみなところではありますね。ちょっと作りが雑かなみたいなところもあったりするんですけど、まあまあまあそんなのご愛嬌なんで。はい、ほらこのスコッチグレインのマーク、スコッチグレインとアノネイのマークが入ってますよね。これがまたもうおしゃれじゃないですか。はい、以上になります。はい、皆さんいかがだったでしょうか。これらが自分が、まあ、最近ね対応していって最もねお気に入りになっているものの一つなんじゃないかなっていうふうに思ったりしますね。革に限らずっていうんだったらもっといろいろあるんですけど、うん、革の小物で特にっていうものはこの3つなんじゃないかなって最近はね思ったりしてます。どれもねエイジングが楽しみな一つだったりするので、はい、これの経年変化もまたいつかね撮っていきたいなというふうに思っております。はい、まあそうだな、革物じゃない大切にしているもの、活用しているものみたいなおすすめのものがあったらまたね動画でシェアできたらいいななんて思っているので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。では、バイバイ。